こんにちは。名作絵画劇場の春樹です。のせです。もっちです。本日はパリで活躍されている有名な先生をお呼びしていますので、登場していただきましょう。どうぞ。よっこらしょっと。まず皆様に自己紹介の方をよろしくお願いします。わしはな、パリのピカソと呼ばれている名付テカソでござる。テカソさんでよろしいですか。ああ、パリではな、ピカソの名称もいただけるほどの腕前だよ。年はおいくつなんでしょうか。89になる今年。あ、もうそろそろぼっくりだと。何を言うとるお主。あしらまだまだじゃ。ピカソは250歳もできたと言われてるんだぞ。それはすごいですね。ピカソさんはその主聞き捨てならんな。え、どうしました。わしの名前間違えたのか。え、フカソさん。ほうほうほう、お主いい色気をしとるな。先生、テカソさんですね。どんな絵を描かれるんですか。まあ、パリの夜景だったり、簡単にさっと描けるようなしょうもないアニメの絵も描くよ。まあ、というね、すごい先生に来てもらいましたので、まあ、パリの夜景とかはちょっと今回我々はピンとこないので、我々が知っている有名なキャラクターをテカス先生に描いていただいて、まあ、その絵をちょっと見るというね、貴重な機会を用意しましたので、はい。まあ、その際すごい有名な方なんで、我々のセンスがね追いつかずにちょっと面白い感じになってしまうかもしれません。まあ、ただ先生の作品をそんな笑うなんていうことはね、もう失礼極まりない。言語両断ですね。そうです。なので、まあ当たり前だと思いますけれども、今回はテカソ先生の笑ってはいけない絵画ということでやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、まあ、ここで我々が描いていただきたいものを言いますので、まあ描いてもらえればなと思います。おー、よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず何を描いてもらいたいんだ。そうですね、スティッチとか描いていただきたいですね。いいですね。スティッチっていうのは青い化け物でいいか。そうですね、まあ、そうですね。スティッチはパリが本場なんで。おお、はい、まああれぐらいだったら、まあ2分ぐらいあれば描けるかな。おお、結構かかる。あんなの。あ、すいません、すいません、お願いします。はいはい。先生私の 寝床に書かないでください絵は。これもわしの記念のサインじゃ。あ、そうですね。ありがとうございます。ちょっと避けとけ。あ、すいません。楽しみにしたいので、なるべく見えないようにお願いしますね。いや、テカソ先生の本名知ってる。いや、まだご存知じゃないですね。知ってる。まあ、なんとなく。あ、ちょっとなんとなくのやつを大きい声でお願いします。確かですよ、はい、間違ってるかもしれないですけど、はい、テカテカソープランドだった気がします。いや、でも多分ですけどね、あ、もしかしたら違うかもしれない。え、テカテカソープランド先生、テカテカソープランドを略してテカス先生です。どうですか。あ、テカ、そうなの。テカテカソープランド略称テカス。お主面白いもん持ってるな。え、何がですか。なんだこれは。これはテカテカソープランドに置いてあったやつですよ。これどうやって使うんじゃ。これはこうですね。ここで壁についてる話すところでこう電話するやつですね。これでお母さんの病院と連絡を取るっていう。面白いもん。トトロや、それは。書けましたか先生。あ、じゃあちょっとお願いします。スティッチはこんな感じだったかな。ちょっとね、わしの中でのスティッチはとりあえず口がでけえっていうのしか印象がなくてな。これは素晴らしい芸術だと思わないか。そうですね、素晴らしいと思います。どの辺がだ、どの辺がだ、言ってみろ。やっぱこの輪郭を超えた口っていうところの大胆さっていうのが素晴らしいなと思いますね。おー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 、はい、話は。そうですね、でも目と口しかないんで、も口しか褒めるとこないし、鼻もあるだろここに。何言ってんだお前、鼻あるんだろお前、しっかりしろ。じゃあちょっと次の絵をお願いしてもいいでしょうか。次なら全然いいぞ。リンゴをかじるおばあちゃんお願いしてもいいですか。あ、わしの妻を描けばいいってことやな。あ、リンゴお好きなんですか。リンゴ大好きだよ。テカリーヌさんは。ああ、もうテカリーヌ一。できました。あ、見えそうですよ。任せろ任せろ任せろ。じゃあリンゴをかじるおばあさんお願いします。じゃれん。
これは芸術作品やろ。僕質問いいですか。テカリーヌさんの耳は逆についてるんですかね。それも芸術だよ。あ、そうなんですね。先生、これはちょっとあまりの芸術に笑っちゃいましたので、ちょっとビンタをお願いしてもいいですか。お前らもうダメだ。お願いします。笑っちゃダメだ。人の絵をこの顔覚えとけよ。ここ中痛くなっちゃう。イブリ、おい、わしを動かすな。お前が来るんだ、分かったか。はい、とじじい。こいつさっきから生意気だよな、みんなな。お前に対しては虫ずが走ることイラ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 してんでバカだれ。わしを動かすんじゃないよ、戻れ。はい、けしからん、ほんとに。すみません。失礼しました。失礼です。分かればいいんだよ、分かれば。次の絵をお願いしてもいいでしょうか。おうおうおう、なんなりと申せ。申せくん、じゃあ。そうですね、で自由の女神。おー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 、いいですね。お願いします。できました。まあまあまあ、できたぞ。お、まあ、わしとしては満足できる絵が描けたぞ。じゃあ、よろしくお願いします。自由の女神といえば、こんな感じじゃないかな。どうじゃ、ちょっとその青いもの、ちょっと感想を言ってみろ。そうですね、その胴体がすごい細いなっていう。洋服だけボワッとなってて、首から想像するに、ちょっと胴体が多分足より少ないなっていう。幅ですね、幅。太ももより細い胴体してんなっていう。いや、多分それはね、このね、ドレスで隠れてるだけだから。あとはなぜか分かんないですけど、野球のバットに彼岸花が咲いてるっていう。彼笑いましたよ。いや、先生の作品はすごい素晴らしい。何に笑ったのかを聞こうか。いや、ちょっとこの方がバットにね、彼岸花が咲いてるっていう、そんなわけないじゃないですか、先生。え、そうですよね。これは違うぞ。あ、違うんですか。成果ですよね。それは成果ですよ。そう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 、成果や、成果や。でも笑いましたよね。もしいいサポートするじゃないか。でも笑いました。これはこいつのせいだ。こいつのせいです。これビンタです。もし怪しいの。最後にちょっとお願いがあるんですけれども、先生の感性をちょっとこう出していただいて、ちょっとオリジナルの絵を描いてもらえたらなと思っているんですけれども。こりゃ高えぞ。いいのか。いや、もうお金はいくらでも積みますんで。しょうがない、今回特別じゃ。ありがとうございます。ちょっと待っとれ。よろしくお願いします。完成したぞ、お主。わしと共に30年間の道のりを歩んできたわしのマスコットキャラクターでもあり、わしのイメージキャラクターじゃ。ほう、おお。じゃあちょっととんでもないものが来そうな予感がするんで構えましょう。では高橋先生、よろしくお願いします。わしのイメージキャラクター、ギュン。どうじゃ、おぬしら。どうじゃ、わしと一緒の眉毛がつながってるっていうところがポイントなんじゃよ。おお、おぬしら、どうした。おぬしら、おい、クソ野郎が。奴らにはまだ技術は早かったな。